笛じゃない方がいいかもしれないっていうね。いやダメだそんな魂の動きですよ。魂でソウルミュージック奏でてーよー。やっぱレオスの歌聞きてーよみんな。ちょっと一瞬お手洗い行ってくるね。あはーい。じゃあお手洗い行ってる間に歌でも歌いますか。カナカナと一緒にモンハン、カナカナと一緒にモンハン、不思議なモンハン、ハンターランクを上げてって僕たちは先に進んでく。楽しい思い出作ろうよ。カナカナモンハン、レオレオモンハン、カナモンハン、レオモンハン、レオカナモンハン。泣いた？みんな。どうなんで泣いたのみんな。友情の歌聞いて泣いた？何友情の歌。あんなことするなまた。任せてください。あ、おやすみ。オッケー。向こうも寝るかも。じゃあもう何でもし放題だ私。俺の歌を聴いてもらおう。俺はモンハンワールドを久しぶりに始めた。俺の歌をお前らに聴かせるために、聴かせるために。2位でごまかすな。あ、今離席中？なるほどね。ついに私がキリンを討伐してハンターランク51となりました。ということでそれを記念してまた一曲歌を歌わせていただきたいと思います。レオス・ヴィンセントがハンターランク51になりました。これからもっと難しいクエストに挑戦できるようになったわけ。かなえ、びっくりしてるかい。かなえ、驚くかな。トイレの中で聞いててくれ。レオス・ヴィンセントハンターランク51記念ミュージック、どうもありがとうございました。武道館満員、泣いたレオス・ヴィンセント。さすがにこれには、さすがのレオス・ヴィンセントもこれには泣いたね。うん、そら泣くわ。こんな奏でが聞かされたらさすがに涙が溢れてくる。涙袋今5センチぐらい膨れてるもんな、私泣きすぎて真っ赤よ本当に。キノコみてえになってるから、毒天狗だけぐらい真っ赤になってるからね今。寝ているかなかな、おやすみかなかな。あったかい布団で寝ようよ、おやすみかなかな。羽毛布団は重い方がいい、圧迫感が癖になるよね。上に重いもんが乗ってる圧迫感。子供の頃押し入れの中に入っていた、布団の中に潜り込んでその圧迫感に満たされていた。そんな少年時代を僕は思い出してる。おやすみかなかなでした。これベストに入れよう、私のレオス・ヴィンセントウクレレソングベスト4枚組ボックスに入ってるから、そう1アルバム15曲入って60曲聴けます。
ミスチルぐらいよ。ミスチルとサザンとビーズぐらいだからね、そのレベルでベスト出すの。他にいないから、やっぱりそれぐらい曲を作り出してきたっていうことなんだよね。うん、ウクレレ界の、そう、桑田佳祐って呼んでくれ、私のことは。頼む、みんな。もう一曲同じ曲歌えるけど。おやすみかなかな、おやすみよ、布団好きだよね、羽毛布団で寝ているのかな、羽毛布団って重いよね、重い、あの圧迫感が癖になるよね、子供の頃に押し入れの中で飛び込んでその圧迫感を浴びてた少年時代を思い出す。おやすみかなかなでした。おはようかなかな何おはようかなかなです。何歌ってんの？アップアカウント聞くからね。何今何弾いたの？ウクレレ？ウクレレです。ウクレレ。何で持ってんだよウクレレ。で、あのね、うちのコメントにいるね、そう、絶対音感ある人がね、うん、もうね、すごく嫌がるんですよ。チューニングしてないから。そりゃそうだろ。チューニングしてなくて異音が鳴ってるからね、すげえ嫌がってるんですよ。拷問だろうねその人からしたら。その前に腕相撲、あ、そうだそうだそうだ、腕相撲自信ある？そりゃ結構3段階ぐらいあるけど僕3段階強さいやマックスでしょそれは。そう、私がね、いいのマックスで。マックスでいいですよ。だって生徒会の時に、私いない時にね、うん、なんか連打でやってましたけど、私いない間にチャンピオン決めるのやめときましょうか。連打じ、あ、そっちにもあるんだ。ちょっと気が引けるな、これどっち？丸？丸？丸だ。ああ！そうだよね。マックスだと思う。だってパッドとマウス両方使うことになっちゃうからね。ずるすぎるでしょそれ。いやいやいや。マウスはダブルフィンガーだし、じゃあ一回ダブルフィンガーだけでいくわ。マウスのダブルフィンガーだけね。オッケーオッケーオッケー。もうこれになったら爪、あの爪連打を作動するしかない私。レウス？まあお腹いっぱいだから今、はい、私。じゃあまあまあまあいいよ、パッドコントローラー飲みに行くよ。これがイーブン、これがイーブン。私だってコントローラー飲みなんだから両使えばいいじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、レオス連弾も得意じゃないん？